宮古島諸島にひっそりと浮かぶ小島、神が宿ると言われる謎の場所だった。森に入った彼らが見たものは、あれ、ありえないっすね、これ。これか。こんなになってるんだ。こんなん見たことないですから。普通見れんな。ちょっと、なんでこんなところにあるのかっていうのも、なんだよ。これは今年7月、ある旅行者が撮影した映像だ。行き先は宮古島諸島にいたと神秘に知る。だが、定期船から見えるその島は緩やかな傾斜の山を中心とする小島だった。コバルトブルーの海とハイビスカスの花に出迎えられ上陸する。琉球造りの民家や生徒が数人だけの小さな学校を見つけた。過疎化が進む田舎の村といった感じだ。神秘の島と呼ばれる雰囲気はどこにも感じられない。だが、島の内部へ足を進めると徐々にその姿が浮かび上がってきた。民家の玄関に奇妙な形をした貝が置かれている。魔除けに使うものだという。さらにこんな看板も。島民に話を聞いた。神がかりな男なんですね。そうよ、だからもう、こっちに工場で聞いた時に、その両方の神様の衣装を割って、この衣装を割っていた四方っていうか、あの頭が石に入ったからに、雪が語って、おばあちゃんが急にあの石を割っていたから、足が痛んで歩けなかったって。ああ、そうなったね。みんなで助けて、そう、来たってよ。あれも水の神様。島民は神の存在を語った。だがそれ以上は何一つ口にしなかった。この島に一体何があるのか。民家を抜けた彼らは木々の生い茂る密林地帯へ。この島はよそ者の侵入を拒んできた。タブーとされる領域が島のどこかにあるはずだ。彼らはさらに奥へと足を進めた。うわ、無理だろうな。雲がいた。ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。まるで彼らの侵入を拒むかのような悪路を歩くこと30分。岩山にぶつかった。そこで彼らは驚くべき光景を目撃した。あった、あったか。これメインとこだろう、多分。ありました。あった、着いた。着きました。あれ、ありえないっすね、これ。これか。こんなになってるんだ。あ、これだ。あった、あった。うわー、すげえ。何これ、茶碗とか落ちてるしさ。ありえない。これなんかの巻貝だよ。なんだよこれ。備え物の跡ですか、これ。昔のね。うわ。頭蓋骨が2つですね。2つあるか。はい、その前に、ちっちゃい骨がたくさん重ねられてます。岩山の裾野に人骨が置かれていた。ああ、本当だ。ドクロが。でも潰れちゃってんね、これね。どこよ、まだある。こっちにも、こっちにもありますね。何体ぐらい。いや、もうここは1体なんじゃないかな。1体。もうこれはちょっとなんか無残な感じになってますけど。ああ、いや、まだありますね。まだある。はい。あそこちょっとこう岩の下になってる頭蓋骨もありますし。なんだこれ。神秘の島と言われる謎、外部からの侵入を拒んでいた理由の一端が垣間見えた。
この島では風葬と呼ばれる埋葬方法が行われていた。死体をこれらの洞窟に置き、腐って骨だけになってからその骨を丁寧に洗い埋葬するという。風葬墓に立ち入ることも、その場所を話すことさえも禁じている島の風習。謎を呼び、興味を引いて山に神の島として語り継がれていた。ありえないですね、これも。綺麗なまま残ってる。この島にはこんな伝説が残されていた。17世紀大航海時代に名を馳せたイギリスのウィリアム・キッド、あの海賊キッドが巨万の財宝を隠した場所こそがこの島だという。それが本当なら、外部の侵入を拒み続けていた風葬墓はまさに絶好の隠し場所なのだ。悠久の時を超え語り継がれる謎多き島、その領域には島の住民ですら明かせ神秘が変わる。